どうも皆さんこんにちは。本日も何卒よろしくお願いいたします。さあ、それではいつもは自粛中に毎日購入していたスニーカーをご紹介していますが、本日も新作のスニーカーを購入しておりますので、そちらを詳しくご紹介していきたいと思います。それでは行ってみましょう。動画の内容はスニーカーの解説のほか、パンツのコーデ、あと一番大切なサイズ感については詳しくご説明しています。最後に履き心地やコスパなども忖度なしにレビューしていますので、ぜひ最後までご視聴くださいませ。さあ、ということで今回ですが、まずはこちらのボックスになります。ステューシーとナイキのコラボのボックスですね。今回ご紹介するモデルは、先日スニーカーズで久々に購入できたあちらのコラボモデルになります。それでは早速中身を見てみたいと思います。肝心の中身はこちら。ステューシー、ナイキ、エアズームスピリドンクキニでございます。1980年の設立以来、ストリートブランドのアイコンとしてスニーカーフリークたちにも愛され続けるステューシー。数々のチームアップを実現させてきたナイキとのコラボレーションから最新モデルが登場。先日リリースされたエアズームスピリドンケージドの続編として、2000年1月にデビューしたエアクキニをベースにした新作が登場。20年の時を超えて融合を果たした名作が最新の姿へとアップデートして蘇っております。ということでこちら、まずは詳しくスニーカーを見ていきましょう。ハワイ語でランナーを意味するミレニアムの名作エアクキニ、スピリドンのソールとフュージョンしたことで新しい姿となっています。サイドにはオリジナルでは採用されていないスウッシュが配置され、よりアイコニックな印象となっています。アッパーはシューレースに代わり、スパイダーウェブのように張り巡らせた特徴的なラバーパーツを配置。終端にはステューシーの筆記体ロゴを備えて、コラボレーションに花を添えています。アウトソールはミッドソールと同様にスピリドンケージの特徴的なソールで構築。かかと部分にステューシーのテキストロゴが配置されており、より特別感を演出しています。ヒールにはナイキのロゴを配置。光沢感のある素材感や特徴的なミッドソールとも相まって、より印象的な後ろ姿が演出されています。ということでまず見てみましたが、いかがでしょうか。先日スニーカーズの挑戦動画でご紹介した通りですが、いやー本当に久々にスニーカーズで買えました。しかも買えたのがこれっていうのが本当に嬉しいですね。スニーカーズで買えることっていうのはほとんどないですが、プレネがあんまりつかなかったっていうこともあって、あんまり多くの方が参加されなかったんですかね。いやでも何にせよ本当にラッキーでした。で、懐かしさもあるこのモデルなんですが、オリジナルの当時から本当にクキニが大好きで、バリバリ思い出補正がかかってますというわけではなくて、2012年にフリーソールのハイブリッドで復刻された時も、フリーソールがあまり好きじゃなかったっていうのもあるんですが、当時は余裕でスルーでした。ただ今回はなおさら時間も経ったっていうこともあって、やっぱりここまで久々だとかなり沸き立つものもあって、情報リークの時点からめちゃめちゃ欲しかったです。なのでこれは本当に買えて嬉しかったですね。ちなみに少し余談なのですが、個人的に当時一番履いていて本当の意味で思い出補正がバリバリっていうモデルは、ご存知の方も結構いらっしゃるかなと思うんですが、ズームサイズミックっていうモデルで、特に今季のカラーが思い出深いですね。で、クキニが復刻したっていうこともあって、こっちもいつか復刻してくれないかなっていうふうに期待をしております。で、肝心の実物の感想ですが、本当にステューシーとコラボしていい感じに進化したクキニっていうような感じです。このラバーパーツの感じとか本当に懐かしくもあり、でも今だからちょっと目新しさもあって、コーディネートでも結構活躍してくれそうな気がしております。あとステューシーのコラボっていうところはそこまで強くは意識してなかったんですが、実物見るとやっぱりこのステューシーのロゴがしっかりした存在感になってて、コラボモデルの良さっていうところも改めて感じています。で、クキニのオリジナル時代のあやふやな記憶ですが、当時は確かバリバリの即完売モデルっていうわけでもなかったというより、色によっては結構投げ売りされてたぐらいだったと思うのですが、やっぱり今回のも好き嫌いは分かれそうかなと思います。もちろん個人的には変えたからっていうのもあるかもしれませんが、やっぱりめちゃめちゃ好きですね。あと作りの部分でいうと、ネットの情報でも見てはいたのですが、ラバーパーツに結構白い粉がついてます。これくっつかないようにあえてこうなってるんですかね。自然に粉が吹くような素材ではないと思うんですが、ちょっと詳しくなくてすみません。まあでも履いてるうちに気にならなくなると思いますね。あとがっつりビジブルエアですし、おそらくこのラバーパーツも早めにお亡くなりになると思うので、これは早めに下ろしてガシガシ履いていきたいなと思います。それでは続いてこちら履いてみましょう。パンツコーデですが、まずはパンツの色について。こちらは比較的幅広いカラーのパンツに合わせていただけるモデルかと思います。黒やネイビーのような落ち着いた色はもちろん、グレーやカーキ、ベージュなど好みの色で合わせていただいて大丈夫です。パンツの色で苦労するっていうことはあまりないかと思います。続いてスタイリングですが、ストリートテイストのある方が相性はいいと思いますが、こちらも比較的万能に対応できるかと思います。ただスニーカー自体が意外と細長く見えるモデルだと思うので、パンツはどちらかというと太めのパンツで合わせた方が全体のバランスが良くなりそうです。また丈感はこのライナーのレッドが見えるような丈感で履いた方がスニーカーの良さも際立たせることができるかと思います。続いてサイズ感ですが、こちらのモデルは少し特徴的なサイズ感になっています。まず全体としては横幅はやや細め、一方長さはややゆとりがあるような作りに感じております。横幅は足先というよりも足の胴体部分が少し細い感じがします。ただアッパーの素材感が柔らかくて薄い作りになっているため、そこまで窮屈に感じることはないと思います。またシューレースがなく、自分でサイズ感を調整するっていうことができないため、あまり大きめのサイズ感で購入してしまうと少し足が動いてしまうかもしれません。そのため幅広じゃない方はマイサイズ、幅広な方でもマイサイズかハーフアップでいいと思います。具体的に言うとエアフォース1が 26.5 だと、幅が普通の方は 26.5、 幅広な方も 26.5 か27を購入すればちょうどいいサイズ感になると思います。1センチアップしてしまうと結構緩くなってしまいそうです。ちなみに私は今回 27cm を購入し、幅はちょうど、長さは少しゆとりが大きいように感じております。その他普段の私のサイズをこちらに載せておきますので、よろしければ参考にしてください。また個別に質問などございましたら、遠慮なくコメントの方にくださいませ。はい、では続いては履いてみた感想なども含めて忖度なしでレビューをしたいと思います。レビューするとはこちらの5項目になります。できるだけ客観的な視点も入れるようにして、少しでも皆さんのお役に立てればと思っております。それでは行ってみましょう。デザインのいいところですが、このラバーパーツはもちろんですが、このメッシュの素材感でドット柄にも見えるようになってたり、あとライナーの色の切り返しのアクセントの付け方もあって、ホワイトがベースなのにインパクトというか存在感がしっかりあって、すごく絶妙なバランスになっていると思います。ただ一方、このラバーパーツの感じもあと素材感も好みは少し分かれるデザインだと思います。クッション性はそこまですごい特別なクッション性っていうところまではいきませんが、硬すぎず柔らかすぎない感じで本当にちょうどいいクッション性だと思います。あとはアッパーのホールド感っていうのもきつすぎず緩すぎずで、履いていてすごく心地いい感じです。もう一つ特徴として、すごく軽くて歩きやすそうな感じがしております。このモデルはあまり嫌いな方がいなさそうな履き心地で、全体として履き心地は結構いい方だと思います。定価が2万円ちょっとだったと思うんですが、どうでしょうか。コラボモデルということも含めると妥当かなとも思いますが、正直もう少し安いぐらいが妥当な定価ではないかなとも思っております。まあ1万8000円から1万9000円ぐらいならなとも思いますが、まあリセールの価格を含めて考えても2万5000円ぐらいまでだったら買いなのかなと思います。これはやや好みが分かれそうですね。このラバーパーツの感じが一部からは受けが悪そうな気もしますが、カラーリングも可愛い感じですし、あと爽やかさっていうのもあるので、全体的に受けが悪いっていうことはないかと思います。これはそこまで難しくないですね。癖のあるモデルだとは思うんですが、色も白ベースなのと、あとハイテク感も程よいくらいなので、比較的楽にコーデが組めると思います。白系のスニーカーで足元にアクセントが欲しいっていうような時にはもってこいなモデルだと思いますね。はい、ということでこれらの5項目の最終的な評価は 3.5。 思い出補正がかかりがちですが、履き心地もしっかりいいですし、合わせやすいカラーリングでもあるので、いろいろな人に履いていただきたいモデルです。どちらのカラーもほぼプレにはついてないと思うので、買いやすいうちにぜひ検討していただければと思います。もしこの他にも細かく聞きたいことやリクエストなどありましたら、ぜひぜひコメントの方にくださいませ。はい、ということで本日はステューシー、ナイキ、エアズームスピリドンクキニをご紹介しました。今後もいろいろなスニーカーをご紹介していきますので、ぜひぜひチャンネル登録をよろしくお願いいたします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。ご視聴ありがとうございました。